皆さんこんにちは。今日はフジッピーと一緒に今年6月にリニューアルオープンした静岡県地震防災センターの中を探検してみようと思います。レッツゴー。フジッピー、じゃあまずは富士の国防災シアターの中に入ってみよう。どんな映像が見られるんですか？静岡県は自然豊かなところですが、その反面自然災害が起こる可能性があります。実際過去には様々な災害に襲われてきました。どのような災害に襲われてきたのか、そしてその教訓を得てどのような対策が行われてきたのかご覧いただけます。何ができるか、何をすべきか、一緒に考えませんか？どうだった？静岡県は豊かな自然の恵みでいっぱいだけど、その分自然災害とも隣り合わせでもあるんだね。じゃあ次に地震の仕組みについて勉強してみよう。このコーナーではここ南海トラフで発生するプレート境界型地震の仕組みについて説明します。地球表面は十数枚のプレートといわれる硬い岩盤の組み合わせでできています。最終的に海洋プレートが沈み込む際に陸のプレートも一緒に引きずり込まれます。この沈みが耐えきれなくなると地震、津波が発生します。これがプレート境界型地震仕組みです。わかりましたか、ジッピー？ジッピー、じゃあ次はここで地震の揺れを体験してみよう。東日本大震災や阪神・淡路大震災など過去の地震や想定されている南海トラフ巨大地震の揺れを体験できます。今日は想定南海トラフ巨大地震で震度7を体験してみましょう。今まで地震の仕組みについて勉強してきたけれども、ここでは備えるということについて考えてみたいと思う。まず一つは家の耐震化、もう一つは家具等の固定です。地震はいつ来るかわからないので、速やかにそれらの処置をして備えてください。ここは備蓄のコーナーです。南海トラフ巨大地震は超広域災害なので、備蓄は7日分用意してください。例えば水であれば1日3リットルを7日分、トイレであれば1日5回行くと考えて1日5回を7日分用意してください。こちらは避難所での生活についてジオラマ等で紹介しております。避難所を運営するのは利用者ご自身です。皆さんで協力して少しでも生活しやすいよう協力し合って運営してください。また段ボールベッドや簡易トイレ、車中泊避難等の展示もあります。地震の怖さと備えの大切さがよく分かったね。リニューアルオープンした地震防災センターはこれだけではありません。今回新たに風水害と火山についても学ぶことができるようになりました。それでは2階に行ってみましょう。こんにちは、フジピー。こんにちは。2階ではまず風水害コーナーから、案内したいと思います。どうぞこちらに。静岡県は高い山と海に囲まれているから雨が多く台風の影響も受けやすい場所なんだ。このため災害も多いんだよ。台風は5日先までの予想が発表されるから事前の対策が可能だよ。静岡県は雨が多い地形なんだね。豪雨災害も多いから
早めの避難も大切だね。次はハザードマップを見てみましょう。ここでは地震の揺れ、土砂災害、洪水などのハザードマップを自分で確認することができるんだよ。すべてはハザードマップを知るところから始まるんだね。そうそう、静岡県防災のアプリでもハザードマップの確認ができるの。他にもいろんな情報があるんだよ。ジッピーもお家に帰ったらアプリの確認やってみてね。では次は火山コーナーを紹介するね。ここでは富士山が噴火した時の火口のできる場所や溶岩流、火山灰などがどこまで広がる予想かをプロジェクションマッピングで見ることができるんだ。火山には噴火警戒レベルが設定されているから、こちらも知っておくといいよ。富士山のハザードマップも公表されているから、噴火に備えて確認しておこうね。フジッピー、ちょっとちょっと、119を体験してみないかい？119番は火災、救助、救急が必要な場合に通報するダイヤルです。要請を受けた消防署の消防車や救急車が現場に向かいます。状況や自分の名前を聞かれますので答えられるようにしましょう。フジッピー、これで探検終了だよ。どんな災害においても事前の備えが大切だってよく分かったよね。最後に来館者の声を紹介します。 VTR スタート。人体験コーナーが印象に残りました。これから家具の固定をしていきたいと思います。明日地震が来るかもしれないという、そういう危機感を持って毎日生活しなければいけないなと改めて機会になりました。インタビューに答えてくださった方々ありがとうございました。現在地震防災センターでは新型コロナウイルス感染拡大防止のため入館制限を実施しており、個人団体ともに事前予約制となっています。見学方法の詳細を地震防災センターホームページでご確認いただいた上でお電話にてお申し込みください。また地震防災センターでは富士の国防災学講座、イメージトレーニング演習などをはじめとするさまざまな研修も行っております。開催状況も静岡県地震防災センターのホームページでご確認ください。静岡県地震防災センターでは皆様のお越しをお待ちしております。